まあ、次のサウジ戦に向けての不安材料というのは、センターバック2人が、今回出番がなかった分、こう、息を合わせられなかったというか、周りとの守備、中盤で守備したんだけど、かわされて、じゃあディフェンスラインをどうやって立ち位置を作るのかとか、どういうタイミングで行った時に誰が、どっちがカバーするのかとかっていうのを、今回試せなかったっていうことは言えるのかなと。中国戦で日本が、まあ、自分たちのペースでやってた分、守備の、なんていうんですか、経験ができなかった。やっぱこのワールドカップ予選、この緊張感の中、もちろん試合は入ってたと思いますが、そこまでピンチっていうのもなかったし、慌てることもなかったので、その経験がない分、サウジ戦を迎えるっていうのは怖いのは、多少こう、あるのかなというふうには思います。